昔のサッカー選手ハーパン短すぎ。でおなじみリョウダフトボールでーす。というわけで始まりましたニュースザフットボール。こちらの動画は世界中のサッカーニュースを私リョウザフットボールが独断と偏見でランキング付けをしてコメントさせていただくといったそういった動画になっております。よろしくお願いします。では行きましょう。第5位、クリスティアーノ・ロナウドがふくらはぎに違和感か、クラシコには回復する見込み。というわけでクラブワールドカップグレミオ戦、クリスティアーノ・ロナウド、フリーキック決めまして優勝に貢献しました。あのね、取り消されたベンゼマのポストプレーからのゴールも、非常に良かったですけれども、このですね、まあ、あのレアルマドリードの、このね、クラブワールドカップ決勝の、グレミオ戦の話をしたいと思います。この試合ですね、まずグレミオの守備が、すごい良かったですね。まあ、あの状況によってコンパクトとは言えない状況もあるんですけれども、ただ一人一人の選手が、まあ、出ていく守備ですね、ボールホルダーに対してきちんとしっかり寄せて、それによってですね、まあ、あのスペース空いたスペースできるじゃないですか。そこにですね、また次の選手がカバーリングにすごく早く入ることによって、あのかなりですね攻撃的な守備になっていました。よく言えばですね、レアルマドリードがですね後方でパスを回しているとき、特にゴールキーパーにバックパスをしたときとか、サイドバックから、このセンターバックにバックパスが入ったときとか、そういったときにですね、前からその機動力を生かした守備をできてくると、結構ねレアルの後方の選手も、見せるときありますので、得点のチャンス増えるっていうこともあったのかなっていうふうに、思ってしまいます。そして攻撃面で言ったら早めに裏を狙う意識ですね。ボールを奪った後にですね、結構中盤の選手が前を向いて受けられる状況、レアルの2トップあまり守備しませんので、そういったところで低い位置で、まあ低い位置って言っても相手をね、レアルが結構あの下がった状態で裏に全然ボールを出せる状況ですね。そういった状況で、フォワードの選手がディフェンスラインとの駆け引きはあまりしていないんですね。その辺でですね、もっとボールを引き出す動きをできて、その裏にボールを出せたり、レアルがまだ戻りきっていないうちにアーリークロス入れられたりとか、そういったシーンを作ることができたら、もっとチャンスシーン、シュートシーン増えたと思います。そして逆にレアルマドリード、このね、タイトルにもなってる通り、レアルが敗れる時の共通点、これはですね、やっぱり僕はあの切り替えが遅い試合、守備のインテンシティがすごい低い試合だと思うんですね。そこを、まあかなりですね、担ってる選手がありまして、僕は特にこの二人だと思うんですね。それが、カルバハルとカゼミロなんです。まあカゼミロは基本的にはスタメンにいますので、カルバハル。このカルバハルが、まああの、心膜炎だったかな、まあ病気だったり、出場停止だったり、怪我してたりとか、こういった試合でですね、まあ、ナチョをそこに回せる状況ならいいんですけど、ナチョがセンターバックをやらなければいけない、台所事情があるときにですね、右サイドバックにアクラフが入ると、このアクラフって若手はまだですね、やっぱカルバハルが偉大すぎますから、どうしてもアクラフが入ると、サイドからのクロスだったり、今言ったように守備面のインテンシティがちょっと低いんですね。なんで今回の試合も、グレミオがカウンター仕掛けるぞっていうときに、カルバハル高い位置にいたのに、すごい勢いで戻ってきて、守備をして抑えるってシーンもありましたし、センターバックがマークにつききれない選手にも、サイドから絞ってその中に入ってきたボールクリアしたシーンもありましたので、その辺でこのカルバハルっていう存在がですね、レアルマドリードの人数はかけなくても固い守備になる、その要因の一人だと思います。というわけでいきましょう。第4位、バイエルンエースのバックアッパーを20億円で獲得へ。20億円でって言っちゃいましたけれども、20億円でホッフェンハイムのバーグナーですね。この30歳のホッフェンハイムのエースストライカーをバイエルンが獲得すると。で、これに関してですね、ホッフェンハイムの監督も、ナーゲルスマンもコメントしていまして、まあ気持ちは理解できると。なんで選手と話し合って今後決めるみたいなことを言っていますので、バーグナーかなりですね、まあ移籍の可能性高いんじゃないかと言われてますね。もともとバイエルンの、下部組織の出身で、家族も、今ね、ミュンヘンに住んでるというところで、ちょっとその辺、バイエルンに、ドルトムントから、移籍した、フンメルスパターンというところもあるかなと思います。まあバーグナーはですね、非常に守備頑張りますし、前線でたくさん動きますしね、あのドイツ代表ですんで、まあ後方からキミヒだったりとかフンメルスとかのパスを引き出すって役割もできると思いますんで、すごくいい補強だと思います。ベテランですんでね、まあ30歳なんでそんなね老け込む年じゃありませんが、あのレバンドスキーがねいるところに、こう入ってくるっていうところで、その辺の序列もわきまえてると思います。またこのねニュース見て僕思ったのは、ナーゲルスマンが僕来シーズンバイエルンミュンヘンの監督になるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですね。ナーゲルスマン自体もまあ乗り気だみたいな発言をしてちょっと問題になったみたいなことありましたから、その辺でですね、冬にバーグナーが行って、で夏にはナーゲルスマンが行ってっていう、このバイエルンのやっぱり国内のねもう有望株を選手だけじゃなくて監督まで取ってくっていうところでですね、まあそれはそれで批判起こるでしょうが、まあそれがドイツサッカー界ですので、見守ったりそのねシステムを楽しんだりしていきましょう。というわけでいきたいと思います。第3位、ホンダ惨敗ハリルジャパンに
不満爆発寸前、引っ張る選手がいないというわけで、はい、本田がですね、はい、本田圭佑選手がですね、クラブワールドカップの後にハリルジャパンに対してコメントしています。決して不満爆発寸前って感じではありませんでしたね。4失点は今の日本を象徴している。やっとさん見たく引っ張る選手がいなくなって、かつ海外組もいない。でもそれは韓国も一緒、何の言い訳もできない。そしてですね、だからといって謙虚に相手が強かったというのはあまり言わせないでください。むちゃくちゃなこと言いそうなんで、というわけで、でそれ以外にもね、まあ冗談みたいな感じで、代表に選ばれないことに対して、ムカつくみたいな、選べよって感じですねみたいなことを、言っていましたけれども、僕はですね、その相手が格上のことは分かってたってハリの発言、前回の動画できちんと説明できてなくてですね、僕ここだけちょっと前回の動画ミスったなって思ってまして、格上に対してちゃんと準備をするっていうか、ある程度ねハリルの中での、まあ、上限値まで準備をする監督じゃないですか、ハリルっていうのは。ただそれでね、あれだけ準備をしないように見えた試合だったので、まあ国内組の選手にですね、本当に判断して、自分たちで判断して戦えるかっていうのを試したんだと思うんですね。で、試した中でやれる選手が今後ですね、ワールドカップに連れてく選手になるだろうっていう、そういった実験の意味があったんじゃないかと思います。ただそこのことは喋らなかったんで、格上なのは分かってたっていう、なんか最初から白旗宣言みたいに捉えられたんじゃないかと。まあそんな中で僕、海外組っていうのはもう判断ができる人間の集まりだと思ってるんですね。っていうか、判断ができないと海外ではですね、海外って言っちゃいましたけど、海外では活躍できないと思うんです。当然言葉なんか全部分かるわけではありません。最初はね、その言葉慣れてないとありますから。ただその中でスタメンで生き残るには、このチームのサッカーでこういうことを監督が求めてるということを分かった上で、それをピッチ上で体現してるからレギュラーで入れて、それによって戻ってこれると、代表として。なのでその辺で判断できる人たちと、まあ、J リーグでまあ言葉をね、こうきちんと分かる状態で、サッカーをやってて、なおかつ日本っていう土壌っていうところで、まあ自分で判断をね、こう養わなくていい状況でやってる選手では、そこに差が出てしまうなっていうふうに思うんですね。で、ハリルのですね、試合後の会見で、ちょっと、知ったんですけども、カウンターが怖かったので中央からのビルドアップを避けたっていう話をしているんですね。で、それ以外にもできるだけの準備をしたけれども、ダメだったみたいな話をしていまして、でここを紐解いていきますと、カウンターが怖かったので中央からのビルドアップを避けたと。で、だけどカウンター以外で失点してるじゃないですか。なんならロングボールでね、カウンター怖いからロングボールしたら、それで相手ボールになって、で球際弱くて運ばれてみたいな、そういったところがありますし、またロングボール入れた後にプランがなさそうでしたね。こっちが勝ったとしても、まあそこからですね、前の動画で言ったように、ロングボールセルス選手に対してこう寄せてってサポートする選手がいないっていう話をしていました。ただできるだけ準備をしたっていうふうにハリルが言ってるってことは、これできるだけ準備をしたっていうふうにハリルが思ってるだけの可能性があるなっていうふうに思うんですね。プラス日本人の技術を信じていないっていうのが、カウンターが怖かったので中央からのビルドアップを避けたっていう発言に出ていると思います。中央からきちんとビルドアップをしたり、コンビネーションをすることによって崩せてるシーンっていうのは、まあ、今までの日本代表でたくさんありますね。そしてトリノの分析官の方がフットボリスタのね、インタビューで、まあやってた企画で、まあ、日本代表を分析して話している中でも、やっぱり日本人には、きちんとビルドアップする方が合ってるって話をしています。そう考えると、日本人の技術をハリルホジッチ自体が信じてないんだろうなっていうふうに僕は思ってしまいますね。中央でビルドアップしてたら取られてカウンターになるからロングボールっていうふうに思ってやってるんですけど、日本人としてはそっちの方が相手ボールの時間長くなってやられるみたいな、まあそういうふうなね、悪循環が起こってるなっていうふうに思いましてね、これピッチ上にいる選手としては、俺ら繋げるのに裏に蹴ればっかり言われる、それのせいでたくさん走らされるっていう風に思っても仕方ないんじゃないかなって僕は思うんですね。なので僕はですね、監督によってチームのモチベーションは変わるっていうことは、言っておきたいと思います。まあヨーロッパのサッカーとか見てても、監督がですね変わることによって、まあ選手たちのプレッシングの強度が上がってみたいなことが、まあ、ありますので、その辺でですね、この監督の言う通りに走っててもボール奪えないしみたいなところで、外にいいはしないですけれども、絶対思ってる選手はいると思います。そして僕が一番思うのは、ハリルはデュエルは推奨しますけど、デュエルの仕方は教えてるのかっていうところですね。そういったところで僕はですね、デュエルって球際当たってっていう、こう投手だったりフィジカルのとこばっかり言われますけど、ボールを奪うのに技術を使う選手がいますね。イニエスタだったりカンテだったりとか、こういったボールを奪うのに技術を使う選手たちから学んで日本人にフィードバックするっていう、そういったところも必要だと思います。なんかボールを奪うっていうことには技術よりもメンタルだったりフィジカルっていう風に思われてる部分があるような気がして、このボールを奪うところで僕はですね、もっと指導っていうのが必要
要かなっていうふうに思いますね。またですね、僕が期待してるのは手札を隠してる可能性、まあそれはですね本大会になってみないと分かんないですし、もう一つは若手の発掘ですね。今までの代表でスタメンとかで使われてなかった、原口だったりですとか久保とかそういった選手をねこうどんどんね、スタメンに抜擢したハリルー監督ですので、まあ3月の欧州遠征とか、まあ舞台は少ないですけど、そこにですね中島翔也だったり堂安だったり、あとね先日出てきたオーストリアブンデスリーガーの奥川だったりとか、こういったですね局面を打開できる選手っていうのは若手にいますので、こういった選手たちがもしかしたら出てきて、日本のね、サッカーにまた新たな希望を見出してくれるかもしれません。期待しましょう。というわけでいきたいと思います。第2位、チリの今季好調の要因はスパーズとのプレシーズンマッチ。というわけでこれペップがコメントしてるんですけど、プレシーズンマッチで昨シーズン、すごい良かったトッテナムに、まあ、勝てたっていうことが自分たちに自信をつけたって言ってますね。そのトッテナムと戦いまして、マンチェスターして4対1で快勝しました。この試合ですね、トッテナムが、まあ、この、今出してるフォーメーションみたいに、4-3-1-2のような形で、布陣を組んできまして、まあ、この意図はダイヤモンドの中盤によってトップ下と、ツインサイドハーフによって相手のアンカーフェルナンジーニョ、そしてデブライネ、この試合はギュンドアンですね、この3人を抑える、役割があったのかと。そして、そこから飛び出してきた選手たちに、まあアンカーの、デンベレが対応するっていう、そういった形だったかと思います。そして2トップがボールアルサイドによると、ただそれによって逆サイドが開くみたいなところはあったんですが、前からプレスをはめるときにですね、その2トップがセンターバックに寄せて、でアンカーに対して、まあ、トップ下のデレアリが寄せるみたいなことがあるんですけれども、これによってですねビルドアップが塞がれてしまうかと思いきや、ちゃんとですねエデルソンがそこを、サイドに蹴り分けてプレスをかわすパターンがありまして、それ以外にもデルフが左サイドバックから中にですね入ってきて、それによってですねフェルナンジーニョへのコースだけじゃなくてデルフへのコースができて、前にボールが運べるみたいな感じになりますので、もうですねマンチェスターシティペップのチームはですね、もうきちんと相手が取ってくる布陣によって、選手それぞれが、それ前半の早い時間の話ですからね、今言ったのは選手それぞれが戦術的な修正を自分でですね加えられるようになってるんですね。これ本当に強いです。こういったことができるプラス局面での個人能力差、ザネは対面するサイドバックのトリッピアに何度も1対1で勝っていましたし、裏に抜けるですね動きを繰り返すアグエロだったりですとか、飛び出してくる選手たちに対してですねダイヤーがすごい不安定な対応をしてたりですとか、あとはですねウィンクスとデブライネとかマッチアップするんですけど、デブライネがボールをはたいてどんどん前に出ていくっていう動きに、まあウィンクスだったりとかデンベルがついていけないシーンたくさんありましたので、そういった局面での個人能力差が出てて、プラスツイッターで紹介したように、まあデブライネ、あのエースがですね、もう顔に芝生こびりつけながらね、相手とのデュエル仕掛けるんですよ。なんでそういったところで本当今日の打ちどころがね本当にないチームになってまして、ねマンガラとかもね頑張ってボールつなげるようになってましたので、その辺でシティ本当に強いなと。ルーニーも今日のインタビューで言ってたのが、無敗優勝が可能かどうかっていうところで、いやトップ6どこかに負けるみたいな話をしていたんですけれども、もうそのレベルの話、もうシティが優勝するのは前提でどういった記録を作るかって話になってるので、いずれね、この動画でそのシティの破り方みたいな話またしたいと思います。トテナムの方の話で言ったら、やっぱワニャマがいないのがですね、この守備面で昨シーズンシティを抑える原動力になってたこの選手がいなかったのがきついのと、後ろからボールをつなげないんですけど、その状況で前線でですね高いボールを収めてくれるジョレンテを使わないっていう、時々出るポチェッティーノのなんでこれしないんだろうっていうのがちょっと出たなっていうふうに思いました。というわけでいきましょう。第1位、バルサがフランス代表グリーズマンの両親と会食、移籍視野に接触か。というわけで、はい、グリーズマンが来るんじゃないかって話題ですね。タコアルカセル、この選手が今バルセロナで聞いていまして、まあ、3週間の離脱決まってしまってクラシコはね厳しそうなんですが、この選手が、まあ、スアレスと2トップになって、メッシとスアレスにねこうスペースを作るような飛び出しをして、自分もボール引き出して、なおかつ守備の時は中盤に下がってきちんとブロックを作るんですね。これをですねアトレチコでもやってるのがグリーズマンで、まあ、基本的に2トップなんですけれども、ウイングに、配置された時はそういった役割あります。この辺でスター選手ですけれども、やってる働きは泥臭いことできるっていうところで、グリーズマンっていうのは今のチームに合うっていうふうに、バルサの首脳部は判断してるんだと思います。またこの家族の心の争奪戦、先ほどのねバイエルンへの移籍をね、この視野に入れてるバーグナーだったりですとか、移籍したフンメルスだったり、あとですね最近だとネイマール、まあ、代理人が、親父だったりとか、そういったところでやっぱり家族をこっちに引き込むかどうかっていうところがすごく大事になってきますね。ダニアウベスとかも、ユベントスから、マンチェスターして行こうとしたけど、奥さんのアドバイスを聞いてパリサンジェルマンにしたっていうか、まあ、家族には逆らえないみたいなことを言っていましたので、まあね本当そういったところで、家族を抱き込みにかかったのがバルセロナなんだなっていうふうに、そんな風に思いました。
またですね、バルセロナデポルティボ戦で分かったのはイニエスタの偉大さですね。まあ、50何分ぐらいしか出場しなかったんですけど、7キロぐらい走っていまして、これはもうクラシコに向けた、最終調整っていう感じだったと思いますし、このイニエスタの場合は前にボールを運べて、瞬間瞬間の判断でボールを散らせてっていうことができる選手なんで、デニス・スアレスを使うと前に運ぶのはいいんですけど、判断力のところでああそこをはたかないんだみたいなのがあって、アンドレ・ゴメスを使うとはたけはするんですけれども、推進力的な、こうね、相手をかわすドリブルみたいなのがあんまり上手くないんですね。やっぱりこの二人を掛け合わせて、なおかつその判断的確、すごいところパスで狙ってるみたいな、このイニエスタがいるといないとで、もうメッシの自由さも変わってきますし、ほんとね、まあ、改めてイニエスタすごいなって思った試合でした。こんな感じでいかがだったでしょうか。皆さんのご意見もお聞かせください。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。そしてコメント、チャンネル登録よろしくお願いします。他にもレオザ2フェイスの音楽とか、レオザゲーム TV のゲーム実況、こちらも気になるよという方は下のもっと見るから、ぜひ